日ごとの糧、2024年9月17日、あなたは豊作の年を冠として地に授けられます。あなたの過ぎゆかれる後には油が滴っています。詩編65編12節。しかし神はご自分のことを明かししないでおられたわけではありません。恵みをくださり、天からの雨を降らせて実りの季節を与え、食物を施して、あなた方の心を喜びで満たしてくださっているのです。使徒言行録14章17節。この地における豊作、豊穣というのは神様からの大きな恵み、祝福ですよね。つまり私たちが食しているもののために、もちろん多くの人たちの努力があり、多くの人の汗が流されているわけですけれども、でも神様のこう恵みとして命がもたらされているということを考えると、やっぱり神様が備えてくださっているということを無視するわけにいかないですよね。まあ、私たちのための食べ物がある。これ本当にありがたいことだなと思いますね。もちろん人間がそれらを加工し味をつけ、食材として上手に用いてるわけですけれども、でも地球上の人間が食事をして生き延びることができるための食料を毎年毎年生み出す力を与えてくれている、この土地にね、この地球にっていうのはやっぱり神様の技なんだなと思うんですね。で、それやっぱり神様への感謝というのをもう一度見直して感謝し直す必要があるような気がするんですよね。神様、本当に美味しい食事をありがとうございますっていうね、もちろんいろんな人たちの手が加わってのことではあるんですけれども、でも神様の恵みがあってこその命、神様がね、支えてくださっているからこその、神様の愛があるからこその、食物だと思うんですよね。まあそういうふうに考えると、やっぱり小さなものでも本当に丁寧に食することは必要でしょうし、感謝とともに食することができたらいいですよね。祝福ありますように。主イエス様、あなたは私の罪を許し、その罪を忘れてくださいます。でもあなたは私の存在を忘れることはない。私のような小さなものもあなたに忘れられることはない。主は常しえまでお守りくださいます。様、あなたは私の罪を許し、その罪を忘れてくださいます。でもあなたは私の存在を消し忘れることはない。私のような小さなものもあなたに忘れられることはない。主は常しえまでお守りくださいます。主は常しえまでお守りくださいます。